無料 Wi-Fi スポットでやってはいけないことなんで分けたそこでということで皆さん無料で開放されてる Wi-Fi と時々ありますよね。マックとか駅とか空港そういうところではね無料で開放されてる代わりに危ないこともあるんですね。そりゃ当たり前じゃないですか。無料で提供されてるのに文句言わないでください。ということでこの無料の Wi-Fi どんな危ないことがあるのでしょうか。まず Wi-Fi というもの知ってますか皆さんどうやってこれ見てるんでしょうかな。ドコモとか au とかかな、まあ、Wi-Fi というものは携帯に限らず無料で提供してくれる通信網ですね。もっと詳しく言っちゃうと、まあ、無線 LAN の規格とかそこら辺の細かいことは言わないでおきますが、簡単に言うと無料のインターネットです。やり方としてはねもう簡単ですね。ググれということですね。この無料スポットこの鍵がかかってるかかかってないかで使えるか使えないかがわかります。皆さんも見てみてください。 Wi-Fi 開いてこの鍵かかってるかかかってないか、かかってなければ自由に使えます。だけど他の人の家かもしれないので気をつけてください。窃盗罪です。このフリー Wi-Fi スポットはですね結構公共機関にあるんですね。駅とかホテルカフェここら辺にはもう絶対と言っていいほどありますね。しかしですね気をつけなければいけないこと3つあります。暗号化なしまたは WEP の Wi-Fi スポットには接続しない。もうこの時点でね暗号化なしって言ってる時点でもうフリースポットダメということですね。はい企画倒れ終了。最初にフリースポットいいとか言っといて繋いではいけないって言ったら終わりですね。これもう省きましょう。これはあとはですね個人情報を入力する場合は URL をちゃんと確認してください。 http.// みたいに始まりますよね。ここ気をつけてください。 http は何もセキュリティがありません。しかし https がつくとこれはセキュリティが硬いという意味なので鍵とかのアイコンがついてるんですね。こういうサイトはあまり盗まれることはありません。あまりですよ。絶対に盗まれないとは言い切れません。ですのでまあそういうところがその HTTPS か違うかを見てから個人情報を入力してください。でないと大変なことになります。あとはですね Wi-Fi を利用しないときは Wi-Fi 機能をオフにしておきましょう。iPhone とか使ってるとねいきなりなんか違う Wi-Fi に接続されることもあるんでその時点で盗まれたらもうダメですよね。ということで皆さん使わないときは切りましょう。まあ一番は公共施設の Wi-Fi スポットでも信頼しないということですね。インターネットとか見るぐらいならいいんですけどログインするときとかにそういうところを使うと乗っ取られてしまう可能性があるので大事なデータを扱うときは Wi-Fi に繋がないようにしましょう。これスマホだけじゃないですよ。パソコンも同じように言えます。パソコンはですねまあウイルスソフトを最新バージョンにしてガンガン眼速使っちゃいましょう。皆さんガンガン眼速でーす。騙されてください。ちょっと前に買ったこのパソコンもっと早かったのに。遠くにいる孫たちの写真見たいわね。もっと早く。あなたのパソコンスピードが落ちてませんか。でもついにあなたのパソコンが面倒なく快速にお試しください。ガンガン眼速で今すぐ検索。ガンガン眼速の使い方は簡単で性能診断は無料。パソコンが少しでも遅くなったと感じたらガンガン眼速を。ガンガン眼速でこのパソコンはずっと早いまま。あ、メールもう届いた。ファイルも問題なくダウンロードできたよ。やっぱりガンガン加速。では Wi-Fi のどんな被害があるんでしょうね。被害例を見ていきましょう。スタバで Wi-Fi を使って Facebook が乗っ取られたらしいです。なんとあのスタバで Wi-Fi だよ。でも乗っ取られてしまうことがあるんですね。その HTTPS じゃないかそうかを見ないと乗っ取られることがあるんですね。気をつけてください。他にはですね、ある男が無線 LAN アダプターをネットオークションで購入したらですね、その販売者が解析ソフトを使って無関係な隣人の家の Wi-Fi パスワードを
突破してしまったんですね。ネットオークションでも気をつけてくださいね、皆さん。すべてがすべていい人が売ってるとは思わないでください。安い裏には何かあるかもしれませんよ。っていうか何かあるんですよ。だからマックなんかハンバーガーだいたい100円で売ってるでしょ。それ裏にねネズミの肉が入ってる。そういうことは言っちゃいけませんね。安い裏には何かあるんで、オークションから買うことも気をつけてください。まあ、ちょっと危ない話ばっかりしましたが、その Wi-Fi についてね、他にもいい対処法を教えましょう。よく Wi-Fi が切れる人いませんか？なんかいろんな公共施設の Wi-Fi 使ってもすぐ切れちゃうみたいな。でも YouTube 見たいんだけどみたいな時ありますよね、絶対。それの対処法を皆さんにお教えしたいと思います。最近ではですね、その無線 LAN の周波数やチャンネルが増えてですね、なんかよく聞くのが 2.4GHz と 5GHz、 こういうチャンネルがいろいろありますよね。まあ、その 5GHz と 2.4GHz ではですね、やはり 2.4GHz が結構主流なので、なるべく 5GHz を使うようにすると切れづらくなります。まあなんか数字大きそうだからすごそうだけど、勝手につながる時もあるので、 2.4 に勝手につながる時もあるんですね。だから 5GHz か 2.4、どっちかちゃんと見てからつなぐようにしましょう。まあ、あとは家で Wi-Fi とかつながらなくなった時はですね、やはり本体の方を再起動してください。これが一番の直し方ですね。どうでしたでしょうか皆さん。これで Wi-Fi スポットの危険性が分かったと思います。でも使うなとは言ってませんね。ログインとかそういう個人情報を扱うのは控えましょうということです。インターネットとか YouTube 見る分にはいいですが、そのようなところを気をつけて皆さんも使っていきましょう。でもですね、こういう無料のもので危ないものは Wi-Fi 以外にも実はあるんですね。それがですね、なんと無料の電源ステーションですね。時々ありますよね、なんかここのコンセント自由に使ってくださいとか、テーブルの上に刺さってる電源ポート、皆さんここで充電とかしちゃいますよね。私もしちゃいます。しかしこの電源ステーション危ないんですね。結構普通の飲食店ではあまりないんですが、空港とかが一番やばいんです。なんとその電源ステーションでスマホのデータを盗み取られる危険性があるんですね。その USB 電源ポートとか、あまり注意してなさそうな場所に犯罪者は手をつけるんですね。皆さん電源ポート使うとき、いや危ないかもとか思います？普通に使っちゃいますよね。そういうところが実は危ないんですよ。電源ポートよりも一番危険なのが、他の人が置いてったかのように思わせるUSB 充電器や充電ケーブルなんですね。ここにウイルスを仕込んでおくことによって、なんと簡単に盗むことができます。置き忘れじゃない電源ポートならいいのかというと、それも違いますね。普通にデータは読み取られます。なので皆さん、無料の電源コード、無料の電源ポートは気をつけましょう。何があるか分かりません。結構その USB ポートを使って盗まれたという犯罪も多くはありません。まあほとんど日本とかであるか分かりませんが、外国へ行った時気をつけてください。でもやはりフリー Wi-Fi やそういう無料の電源、そういうところから皆さんの個人情報は出ていきます。無料のものがある時は、なんで無料なのかちょっと考えてから使ってみるようにしてみてください。Wi-Fi とか電源ポートの他にも様々な無料なものがあります。そういうものに気をつけて生きてってください。ということで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったらこの動画を SNS などで共有していただけると嬉しいです。そしてコメントもなんか残しちゃってください。では See you!